エブリィバンのバックドア、中から開けれるように改造しました。部品が大体できたので、まとめておきます。これは、もともと車についているロックデバイス。ここに、この部品をつけて、ワイヤーを引っ掛けるようにします。これステンレスで作ったので、で、こちらは、デバイスの方は、亜鉛メッキかかった鉄板なので、ここは水、雨とかかかる場所ですから、電飾で錆びたら嫌なんで、接触面を防生塗装しときました。絶縁するということですね。それから、ここの、このロックを解除する、このアームですけど、ここがもともと、ここから引っ張られていくんですけど、新たに追加するためにここを付け加えました。ここも溶接して火が入って亜鉛メッキが溶けたりしてるので、錆をしないようになるべくこう防生塗装しときました。で、これがドアに一式を固定するためのブラケットです。火が入ったところはあらかじめメッキを剥がしたりしているので防生塗装をしてあります。で、これがここが新しくワイヤーを通すところです。このモーターのワイヤーを引っ張るデバイスをつけて、ここからワイヤーを引っ張って、先ほどのこのロックデバイスを引っ張るというような格好になります。ワイヤーができて、このようにつながりました。暫定的にこのバッテリーにつないであります。作動させてみましょう。ここにアースがあるので、これでドンと触ります。できましたね。前に配線した時に通しておいたハーネスと、ここでこのようにつなぎました。これで一応ドアの中は完了です。
ちょっと試しに室内のスイッチで動かしてみます。